今回の法案法律が、まあ、違法な水際作戦を合法化するのではないかという懸念、それからもう一つは扶養義務者に対する調査を強化することによって事実上扶養保護の要件化をして生活保護申請を妨げるというようなことになるのではないか。保護開始決定前に扶養義務者に対する通知を義務付けた点、それから28条2項で扶養義務者に対する報告を要求する求めることができるという規定が、拡充された点ですけれども、まあ、極めて限定的な場合に限るという、まあ、答弁ですけれども、これをきちんと厚生労働省令で、明記すべきであると。で、具体的に どのように限定するのかということもここに書いてあるですね、1から4のすべての要素をきちんと明記すべきだということを、要請しております。扶養義務者の、収入に応じて、まあ、例えば500万円の収入があれば生活扶助義務関係、まあ、これは成人した親子や兄弟姉妹の場合には、2000円から2万7000円の仕送りを求める、まあ、そういう目安を具体的に示したものになっています。これを昨年の11月に大阪市が制定して、今現在すでに報道によると扶養義務者が大阪市の職員である場合に打診を始めるというふうに報道されています。で、これは私たちが今回の改正の時に一番恐れていたことで、扶養義務者の年収に応じてあなた年収500万なんだから、まあ、1万円2万円仕送りしてくださいよと、こういうふうに、まあ、基準が定まってますよっていうような形式的な要求がされるんじゃないかということを恐れてたわけですけど、まあ、それがまあ具体化していると、まあ、実際こういうことが始まっています。今後、改正法が施行されたときにですね、各自治体がこうした形で、まあ、暴走、まあ、大阪などが本当に典型ですけれども、暴走し始めて、とにかくその、まあ、親子関係だけじゃなくて、まあ、兄弟姉妹の身も含めてですね、その扶養義務を果たせというような形でどんどんこう強く出てった時にですね、厚労省の方がまあそれを止めることができない、まあ、止める意思がそもそもないんじゃないかというようなちょっと疑念すら持たざるを得ないような対応だったということになります。こうした問題点についてはですね、国会の中でもきちんとその付帯決議で歯止めをかけたわけですから、まあ、今後国会の中でもきちんと議論してもらうように働きかけていきたいというふうに思っております。